はい、皆さんこんにちは、りょうです。今日はですね、タイトルにもある通り、居合と嵐の刃、どっちが攻略に向いてるのかっていうところをお話ししていきたいと思います。で、これ過去動画のコメント欄にちらほらついてた話なんだけど、居合とか構え、確かに強いんだろうなっていうのは見てわかるんだけれども、実際初心者の観点で使うとなると、とっても難しくて、なかなか扱えないやっていう声がすごく多いんだよね、実は。で、言いたいことはすごくわかるんだけど、騙されたと思って使ってみて、そこらの中距離戦技よりも確実に居合構えの方が強いと言える部分とか、初心者さんにも正直おすすめできる部分っていうのがたくさんあります。知識的な面も含めてね。で、例えばなんだけど、今回まあ嵐の刃持ってきております。今ちょっとバージョン1.08のバグでね、成立共有とか黄金銃に誓ってを使ってしまうとダメージが発生しないっていう現象が起こってて、火を力は使えるから、これもね、合わせて使っていこうかなとは思ってるんだけど、今からゴッドフレイとマレニアを嵐の刃で、慈しみも召喚した状態で戦っていくやり方をちょっと紹介した後に、同じ戦闘を居合でフルバフをね、しっかりと共に乗せたような形で紹介していこうと思います。で、俺が口でいくら言うよりも見てもらった方が早いと思うから、それらを見て、どっちが確かに初心者さんにおすすめなのかなっていう部分をみんなの目で確認してほしい。はい。というわけでやっていきます。はい。じゃあ、まずは嵐の刃からやっていきましょう。火を力をだけ使ってね、やっていきます。霊薬はね、雷の火力アップと、体幹削りアップを持ってきております。いきまーす。で、慈しみがヘイト取ったら、すぐこうやってね、ペン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 打っていくと。はい。で、レンジの外に出たら、これを打つ。はい。はい、レンジの外に出たら、1、2って感じかな。ほい。で、投信直当てで、ペンペンペンと当てていこうか。はい。で、ここで嵐の刃ペン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 で、武器持ち替えて致命威力しっかり上げて立ち回っていく。はい、こんな感じ。はい。で、次はマレニア戦だね。やっていくよー。はい。で、霊薬しっかり飲んでからレッツゴー。はい。しみちゃんめちゃくちゃ頑張るな。やったれやったれ。お疲れ。こんな感じ。はい。で、次は、居合バージョンやっていきたいなと思います。ちょっとこれ邪魔だから外しとこうわ。慈しみが全員持ってると、まあバフはかけてくれるんだけど、正直信仰戦士とかではない限りは正直外しといた方が無難かな。なんか戦闘中にいらんことするからね。慈しみ邪魔 はい。もう、この速さでダウンが取れちゃうんだよな。
はい、置き攻めしっかり入れていきましょう。はい、でちょっと一歩引いたとこから居合。はい、こんな感じ。はい、じゃあマリニア戦やっていきます。正直うつしみいない方がもう完全に戦いやすいし、運ゲー入っちゃうから呼びたくないんだけど、正直な話呼びたくないんだけど、まあ、仕方があるまいということで。お前の方行くんかい。硬いな。そしてはい、でこういうタイミングだね。野郎が。うつしみいるとね、近距離乱舞の回避マジできないから、できないっていうか、あの邪魔なんだよね。いちゃいけないポジションにいたりすることが多くて、結構困るパターンが多い。邪魔。あ、もうほんまお前。ほんまお前。しかも回復要因になってるし。マレニアの餌だな、餌。こりゃ餌やわ。行くな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 。そしてそのギリギリのところで。すごいやつだな。特攻隊長だわ、ほんま。はい。というわけで、邪魔。ああ、もう最悪。グダグダだわ。せっかくのええタイミングでの指名もよ、阻止されるしよ。いいことでんだよ。いや、いいことはないんだけど、どう？みんなどっちが楽そう？これだいぶ手抜いてるよ。倍以上手数入れれるのを、あえてね、手数を入れずにやって、この感じ。っていう感じ。はい、というわけでお疲れさんでございました。はい、じゃあ最後はとりあえずソロでねやるとどのぐらいの立ち回りでできるのかっていうところとかもちょっとねお見せしておきたいかなと思います。はい、でここでダウンが取れるんで地名を入れるって感じ。一応2周目ね、このデータ。でスタミナ蓄えてから攻撃入れて、ランブは近距離ではこういう感じで回避するといいと思う。はいはい、はっ。はい、で前半戦終了したらしっかりと、そこをくぐって帰ってきていただいて、火を力をだけかけ直しておきましょうか。はい、カクンとなったら行く。で、ワン、ツー、スリー。はい、キック来るからキックかわして、ここで居合。でモーション切ってジャンプ R2 からの R1。 はい、で中入り込んでって、お疲れちゃん。はい、とまあ言ったような形になります。でこれはあくまでだよ、初心者さんにおすすめするんだったらどっちがいいかなっていうところをいろんな観点で考えていった時に、私は居合とか構えの方がおすすめ度高いんじゃないかなっていうふうに思ってるっていう話であって、嵐の刃と居合どっちが強いですかっていう意味合いの比較ではないんだよね。双方ともに使い方が違うから。で例えばだけど、私が使うんであれば刀の方に居合入れて、例えばこういう慈悲剣のところに嵐の刃仕込んどくみたいな感じで使うと思う、私だったら。
例えば、中距離の時に関しては武器持ち替えて慈悲剣の方で嵐の刃打って、で近距離に来た時に、差し込める攻撃のタイミングには居合を使うっていう形で、こう武器をね持ち替えるっていう練習にもなるから、居合をうまく使ってもらいつつ嵐の刃使ってもらうみたいな形の方がいいかなと思ってるんだけど、嵐の刃一辺倒で戦っていくスタイルっていうのは確かに攻略自体は楽なボスもたくさんいるし、決して悪いものではないんだけど、討伐速度の観点からいくと居合の方が圧倒的に DPS 高いのは伝わったと思うんだよね。これ嵐の刃で同じ速度感で倒せるかって言ったら絶対に無理なの。絶対に無理。そもそも単発の火力が違うし、ダウンからの致命、致命からの置き攻めっていう流れで稼げるダメージの量っていうのがはるかに高いから、そういう観点から見ても実は初心者さんにとっても、ダウン致命が取れる居合とか構えっていうのは本当におすすめ度が高いです。構えに関しては R1 の振りのモーション、これまあ、体幹削りそこそこ高いんだよね。で R2 の方が、一番高い、全戦技の中でもまあ、割とね上位に位置する、R2 のこのモーションの方があるんだけど、 R2 モーションはもさっとしてるし、例えばマレニアに対して言うんであれば、マレニアがここにいたとしたらちょっと後ろ引いてこのぐらいから打たないと、スカっちゃう時とかもあるんだけど、普通に隙の少ない R1 メインで立ち回っても火力は居合の方が正直出る。同じぐらいのレベル感でビルドを組んだとしたらね、居合の R2 の方がダメージは稼げるんだけど、消費 FP も少ないし、体幹血流はかなり優秀なものがあるんで、こういうものを使う。まあ、もしくはもう普通に貫通好きだね、とかを使ってもらえばいいかなと思うんだけど、体幹削り戦技の強さっていうのを私は初心者さんにこそむしろ知ってほしいなって思ってる、部分があるので、いつもね基本的にはそういう中距離戦技系統メインでの立ち回りっていうのは紹介せずに、構えとか居合っていうのを普段紹介しているという意味合いが、あの動画にはあります。あくまで使い分けなんだよね。中距離にいるときは嵐の刃使う、近距離にいるときは構え使うみたいな感じで考えてもらうといいと思うんだけど、どっちの方が攻略楽そうだったかっていうのは今見てもらった通りだと思う。でもちろん状況によって、例えばまあ使うね、位牌を何にするかによっても話は変わってくる部分っていうのはあるんだけど、個人的には、居合構え、初心者さんにこそ使ってほしい、戦牌かなというふうに思っておりますと、言ったところで今日の動画は締めていきたいと思います。動画の感想等ね、コメントをどしどしお待ちしております。というわけで今回はこれでお開き、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。